お時間になりましたので、金城秀樹さんによるトークを始めます。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。では、ステップ実行だけじゃない X デバッグというテーマで、25分間よろしくお願いいたします。ですね、今日はタイトルの通り X デバッグの話をします。で、ちょっとテーマというか目指していることがあって、今日はですね、この発表を通じて、X デバッグにスポンサリングする人を一人でも増やしたいなっていう、ちょっと自分の中に志を抱きながら喋らせていただきます。はい。こんな感じで GitHub の、X デバッグの開発者のデリックさんのアカウントのところからスポンサーできるので、ちょっとというか、ぜひやってみていただきたいなという気持ちです。そうですね。こんな感じで皆さんもアイコンと名前を載せていきましょうというところで。はい。簡単に自己紹介です。金城秀樹と申します。で、好きなフレームワークは CakePHP ということでずっと言ってるんですけど、でもアイコンもこれある意味ケーキみたいなものなので、ちょっとこういうところで自己主張していこうかなっていう感じですね。はい。で、どうでしょう。皆さん、X デバッグ使っていらっしゃいますでしょうか。ですね、X デバッグといえば、例えばこう、ステップ実行だよとか、あと、コードカバレッジ取ってますみたいな。なんか、このあたりがすごいよく使われてる機能なのかなっていうふうな印象を、主観なんですけど、持っていますと。なんですけど、この2つだけじゃないよっていうところをちらっと紹介したいな。なんか、おそらく、これ以外も知ることで、すごい普段の開発っていうのが、なんだろうな。便利になるというか、開発体験がすごい向上してくるんじゃないかなっていうふうな気持ちで、はい。セッションを進めてまいります。でですね、実際にこれ X デバッグオルグの公式サイトのトップページかな？見てみると、こんな感じで、機能が5つあるぜ、みたいな感じで紹介されてるんですね。なので、ちょっとここら辺の流度というか観点で触れられていけたらな、っていうふうな気がしております。で、それで考えたお品書きがこんな感じなんですよ。なんか、多いなと思ってて。なので、なんか全体でこう一個のまとまりのあるトークっていうよりかは、ちょっと一個ずつの機能をつまみ食いしながら紹介していきますねっていう、ちょっとオムニバスっぽい感じになるかなっていうふうな気がしています。はい。で、一個目、ちょっと X デバッグ3の簡単に導入というか、どうやって使うんだっけみたいなところのお話から入っていきたいと思います。はい。で、PHP のエクステンションっていう位置づけになるので、拡張のインストールと、あと、設定ファイルというか、設定を自分でいじるっていうような必要があります。なんですけど、そんなに難しい操作とか、なんかビルドみたいなのが必要なくて、なんかいつも皆さんが使ってるようなパッケージマネージャーで、ささっと入れちゃうことができるので、簡単、導入のハードルはそんな高くないのかなっていう感じですね。で、これはなんか自分が趣味で使ってるような雑な PHP 系のプロジェクトだと、なんか、謎にというかなんか理由があった気がするんですけど、Git クローンで X デバッグ取ってきて、で、アルパインなんで Docker PHP エクストインストールみたいなので有効化してっていうような使い方をしてます。これ、多分コピペでそのまま動くので、なんかこのぐらいシンプルに入れられますよっていうような話ですね。はい。で、ここまでがインストールの話だったんですけど、X デバッグのバージョンが、ちょっと前にバージョン3っていうメジャーバージョンが上がっていて、この流れで結構設定の書き方みたいなのが変わっていってます。ですね。これ作者の方が
海外のカンファレンスで実際に発表したスライドの引用なんですけど、エクセルバッグのロードマップみたいな、それぞれ何が行われますかみたいなところで、このシンプルなコンフィグレーション&バリデーションみたいな、設定をシンプルにするぜっていうの結構目玉というか、注目ポイントとして取り上げてるっていうようなところが伺えるのかなと思います。はい。そうですね。今、ディスコードでも言及していただいてますけど、今までって、なんか、〇〇機能に対して、有効か無効かみたいな、一個ずつ項目分かれてたんですけど、それがX デバッグモードっていう設定項目が導入されて、で、そこで、一括管理できるようになってます。なんかあれですよね。あれです。この中でステップ実行しながらプロファイル取りたいやついねえよな、みたいなところがあると思ってて、なんか個別に設定できるっていうよりかは、むしろプロファイル取ろうとしてるのにステップ実行してしまって、パフォーマンスのオーバーヘッドが、みたいな、なんか困ったな、みたいなところもあったかと思うので、なんかそういう意味で言うと、モードだけ見てればいいよっていうのはすごい、シンプルで使い心地のいいものなのかなっていうふうな気持ちがありますね。はい。で、これ、マイグレーションガイドですね。エクセルバッグ2から3へのアップグレードっていう公式のドキュメントの紹介されてる記述例なんですけど、今までだったらこのリモートイネーブルを true にして、他の、1、2、3、4つですね。4つの設定をフォルスにするみたいなやってたのを、なんか XDebug3 になってからは、モードイコールデバッグっていう風な指定をするだけで、なんか大丈夫ですよっていう風になりました。なんかだいぶ見通しが良くなったんじゃないかなっていうような感じですよね。はい。で、あとは XDebug 入れるときって、こう開発だったりデバッグっていうのを、便利にしたいなっていうモチベーションで入れてくると思うんですけど、開発を便利にしたいツールの設定がよくわからんってなると、非常にフラストレーション溜まると思うので、なんかここら辺の設定が今どういうふうに反映されてますかっていうのは、簡単に知れると嬉しいんですよ。っていう時に、PHP インフォを使ってもいいですし、それか、X デバッグアンスコインフォっていう関数があるので、これを使うとすごい、簡単に X デバッグ今どうなってますかみたいなのを知ることができます。で、これ、デリックさんが YouTube に動画を上げていてですね、こういうふうに設定確認できるよ、みたいなところが、すごいわかりやすくまとまってるんで、ちょっと見ていただけるといいんじゃないでしょうか。はい。これが実際に X デバッグインフォを使った時の例ですね。今、モードっていう話を中心にしてたので、モードのところを抽出してるんですけど、こんな感じで、デベロップメントヘルパーズがイネーブルで、ステップデバッカーがイネーブルで、他はディセーブルですよ、みたいなのが、パパーっとこう直感的にわかるわけですよね。すごい素敵だな、っていうふうに思ってます。はい。っていうのが、導入と設定周りの話でした。で、ここから一個ずつ機能を見ていきたいと思うんですけど、最初はデベロップメントヘルパーズですね。見ていこうかなと思います。で、これはどんな機能ですかっていうと、ペチパーだったらやっぱりみんなバーダンプ大好きだと思うんですが、そこら辺の機能を、表示内容をすごいパワフルにしてくれるっていうような、何ですかね、挙動の変更というか、強化みたいなところ、とかをやってくれるっていうのが、デベロップメントヘルパーズですね。で、ですね、これ X デバッグ入れたときに、X デバッグバーダンプっていう、なんか、スペシャルバーダンプみたいなのが関数として入ってくるんですけど、PHP の標準のバーダンプの代わりに、こっちの動きをさせますみたいな、風な挙動になりますっていうのと、というか、それが何するんですかっていうと、HTML タグ入ってくれるんで、タイトルとか見やすくなってたりとか、あと、一緒に表示されるエラーの出力情報の追加
ビューもやってくれるって感じですね。はい。で、あとはエラー情報の強化っていうのもあって、これが、標準のエラー、ワーニングとか、ノーチェスとか含めるし、あと致命的なエラーですね。捕捉されなかった例外が飛んできた時とかの表示も強化してくれるよっていうやつです。ただまあ、これはあれですかね。なんか、結構フレームワーク使った開発してると、エラーハンドリングとかそっちに吸い取られてたりもするので、もしかしたらそこまで意識されないかもっていう気はしてたりはします。はい。っていう感じで、こいつが有効になってると、こんな感じで表示が変わりますってやつですね。うん。というか、個人的には上の表示、そもそもあんまり最近見てないなぐらい X レバックに飼い慣らされてるというか、うん、っていう気はしてますけど。まあ、こんな感じで、色が綺麗についたりだとか、テーブルが出てきたりとか、あと、まあ、単純に改良が入ってくれるだけでも嬉しいな、みたいな話があるかと思います。はい。で、デベロップヘルパーズ周りだけで言っても、なんかこのぐらいめちゃくちゃ設定があるんですよね。なんかいろいろあるなーっていう感じなんですけど。うん、なので、結構、例えばスタックトレースこんなに何個も表示する必要なくてさ、みたいな時とか、自分で手を入れられたりするっていうものをですね、ちょっとまあ、これをさすがに一個一個説明する気はないので、なんかドキュメントとか見ていただけるといいかなっていうふうに思います。はい。で、ここまで結構 HTML がとか、ウェブブラウザでみたいな話だったんですけど、この X デバッグ CLI カラーっていう設定も持っていて、これ使うと、ターミナルとかでやった時も色がついて、あら綺麗っていう風な状態になったりはします。はい。で、ここまでバーダンプとかそっち系の話だったんですけど、なんかせっかくなんで他の一緒に入ってくる関数の話もしたいなと思ってて、1個目が X デバッグタイムインデックスってやつですね。これまあなんか雑な計測したい時とか、ここまで来るのに何秒ぐらいかかってるかな、みたいな。なんかエコータイムとかやりたい場面があると思うんですけど、なんかそこら辺の時にすごい使いやすいよっていう機能で、スクリプト全体が処理開始されてからそこに到達するまでの経過時間、その時点で何秒ですか、みたいなのがわかるわけですね。なんか個人的には、なんかこういう雑ベンチマークみたいなのって、標準で言うとマイクロタイム関数とか使ったりするんですけど、あれ、いつもアズフロートの引数渡すのを忘れて、ムムムってなりがちなので、こういうラッパーあるといいよねっていうような気はしています。はい。で、もう一個が、X レバックゲットモニタードファンクションズってやつで、これ何かっていうと、引数で指定した関数メソッドがどこで何回ぐらい呼ばれてますかっていうのを調べることができるんですよ。なんかまあ、そういった調査分析したいときってよくあるのは関数とかメソッドの中にロギング処理仕込んだり、エコーの処理仕込んだりとか、あとまあ、ステップ実行できるときはステップ実行してみたりとかっていうのはあると思うんですけど、なんかどうしてもなんかそういった中に手を入れるみたいなのができない時とかにもこれを使うことができて、なんかいろいろ活用したい場面実は出てくるんじゃないかなっていうような気はしてたりはします。うん。実際使ってみるとこんな感じですね。OB スタートと ケークのセッションのクリエイトっていうスタティックメソッドだったり、ハズセッションっていうインスタンスメソッドがどこで呼ばれてますかみたいなのを今このスタートファンクションモニターと、ストップファンクションモニターでくくってる間で、実際どうやって使われてますかみたいなのを取得してるんですけど、それでレポート上がってきたのが右のキャプチャーですね。このファイルのこのラインナンバーから呼ばれてるよ、みたいなのが、連想配列じゃないか、配列か。で、バーッと入ってきたりします。これだから標準関数とか、拡張の関数とか、
あと、まあ、PHP のアップグレードしてリプリケート入りそうだな、みたいな時とか、使い道あるんじゃないかな、っていう予感ですかね。はい。っていう感じで、結構なんか、地味にこれ欲しかったかもしれない、みたいな関数たちが結構追加されてたりはするので、もしよかったらドキュメント見ていただけると面白いのかな、という気はしてます。はい。で、次がファンクショントレーシングですね。これは、まあ、名前のまんまなんですけど、トレース情報分析するよっていうやつで、モードとしてはトレースになって、使い方としては、スタートイズリクエストの設定か、もしくは、XLABAC スタートトレースっていうのを明示的に呼んであげることで、局所的な分析が可能になったりしてます。はい。で、基本的に系空のコードを使って遊んでる、セッションというか、このスライドは、系空のやつを例にしてるんですけど、ですね。まあ、モードを有効にして PHP 立ち上げて、で、コードをさっき言ってた、スタートとかストップとかの押し込んで、実際にその処理を走らせて、で、そうすると、ファイルに出されるよっていうような流れになっています。で、今回は出力フォーマットとして HTML を指定したりはしてます。はい。で、仕込んでみたコードがこんな感じですね。ルーティングミドルウェアかな？で、ルーターの処理が走るっていうところの中でどうなってるんですかっていうのを見てみた結果が、こんな感じで、ババーっと出てきてるんですが、ここ、じゃあ具体的にどういう内容が載ってますかっていうと、このまあタイムとかメモリーとか出てるんですが、ここであれですね、XLABAC タイムインデックスが使われてたはず、確か。とか、あとメモリの使用量が見えたりするわけですね。これちょっとピーク使用量か普通の使用量かどっちかなっていうのを、なんか、1の位まで数字動いてないから怪しいなとか思ってるんですけど、ちょっと後で見てみようかなって個人的に思ってたりはします。で、あとはファンクションのスタックの深さですよね。ネストのレベルっていうのが見れたりとかしてます。ちょっとわかりづらいんですけど、矢印のインデントがちょっとずつずれているのが、よく見るとわかるかなっていうふうな気がしています。っていうのをサクサクサクと調べられちゃうよっていうのが XLABAC の、ファンクショントレースですね。んで、さっきのセクションでも、設定がいろいろあってさ、みたいな話をしたんですけど、こっちでもモノリチの扱いとかローカル変数の扱いみたいなのを、設定によって変えられるので、なんかより、どのくらいのレベルの情報が欲しいか、どのくらいの解像度で、状況を知りたいかによって、いろいろいじってみれると、より便利かな、っていうふうに思います。はい。で、次はプロファイリングですね。プロファイリングは、まあ、こちらも名前の通りで、プロファイリングをやるよっていう機能なんですけど、これは、処理が開始された時点で、有効になってないといけないので、関数によって起動するみたいなのはないです。スタートイズリクエストをいじって使ってください。で、今回の例で言うと、スタートイズリクエストっていうのをトリガーにして、で、ブラウザ側に拡張機能で、そのトリガーを発生させるようなのがあるんで、XLABAC ヘルパーっていうのを使って、プロファイルのトリガーリングモードでやってます。はい。で、これで実際リクエストして、で、こんな感じで結果が発生されて、で、まあ、これだけだとよくわからんってなると思うので、ツール使って可視化していくんですけど、ですね、PHP Storm でも XLABAC プロファイラーのアナライズっていうのがあって、これに直で食わせることができます。で、食わせた結果こんな感じですね。どこで、どのくらいの時間がかかって、どのくらいのメモリ使ってますか？で、それって何回呼ばれてるんですか？みたいなのが、ババーっとわかるようになってます。はい。で、ちょっとこれ全体のキャプチャー貼ってないんで分かりづらいんですけど、上下段の2段にペインが分かれていて、
で、下の方で、コーラーとかコーリーですね。呼び出し元だったり、呼び出し先だったりっていうのがわかるようになっています。で、これストームで使っててめっちゃいいなと思うのが、パスマッピング設定しておけば、このプロファイルの結果から直でソースコード飛べるわけですよね。これは ID 使ってる強みだなっていうふうな気がしてます。っていうのと、あとタイムとかメモリとかで、重くなってるところっていうのが、このキャプチャーで言うと、青文字で目立つようになっているので、なんかどこが重いのかなっていうのが、すごいよくわかるかなと思います。はい。で、PHP Storm はないんだけど、みたいな時でも使える、ツールは OSS であったりするので、なんか今、ディスコードを聞いてくださってますけど、WebDB プレイスのバックナンバーでもここら辺の話が、過去に扱われているので、多分そっち見てみてもらうとすごい分かりやすいんじゃないかなと思います。はい。で、次、コードカバレッジですね。って言っても、カバレッジは割ともう説明不要かもしれないかもっていう気はしていて、なんですけど、あえて1セクション取っているのは、ですね、あれなんですよね。基本的に PHP ユニットとかのテスティングフレームワークと一緒に使うものっていうユースケースが多いかなと思うんですけど、さっき言ってたデリックさんの YouTube の中で、ウェブアプリケーションの、カバレッジ取ってみようぜみたいな、要するにテストじゃなくて、プロダクトの動作で使われてないコード、使われてるコードっていうのを見て、見れるよみたいな例が紹介されてて、それがすごい面白いなと思ったので、ちょっと1セクション挟みました。こんな感じの動画があるわけですね。何してるかっていうと、PHP ユニットすら PHP コードカバレッジっていうライブラリを使ってます。で、そこにあるコードカバレッジっていうクラスのインスタンスをまず作って、で、カバレッジスタートで有効化して、っていうファイルを一旦作っておきますと。あ、じゃない、こっちだ。すいません。あとは、終了処理の時にレポートが、作成出力されるように、レジスタシャトランファンクションで仕込んでるっていう感じですね。で、こういう記述をしたファイルを、エントリーポイント、インデックス PHP とか、今回の例で言うと、ルーティングしてるルート PHP だったんですけど、そこで一発読み込ませてますよと。で、そうすると、本当にユーザーが使ってる処理で通ってるコード、ファイル、っていうのが分かるって感じですね。なので、これうまく使えれば、もう動いてない、必要のないコード、腐ってるコードっていうのを、なんか簡単に引っ張ってこれるんじゃないかなと思ってて、個人的にちょっとワクワクしたりしました。はい。で、残り時間がだいぶ少なくなってきたんですが、次、ガベージコレクション分析なんですけど、結構ニッチな機能になるかなと思ってて、逆に言うとこれの分析したい人ってめっちゃ具体的な課題がなんか目の前にある状態だと思うんですね。なので、そういう人たちは多分紹介されなくても、そういう機能があるっていうことを知っていればたどり着けると思うので、ちょっとごめんなさい。今回は割愛します。で、最後がステップ実行なんですけど、ステップ実行ももうこれは、いろいろ、なんか、書籍だったり、ウェブの記事だったりあるんで、多分、調べて使ってもらう方がいいかなって思うので、今回は割愛でございます。はい。で、まとめですね。まあ、今回発表させてもらった動機というか、プロポーザル投げた動機が、なんか、XDebug、いろんな機能あってめっちゃ便利じゃんって思ったんで、なんか、この、個人的に嬉しかった体験っていうのをシェアしたいなと思って、発表させてもらいました。はい。で、ちょっと参考文献というか、この発表の割と元ネタに近いようなのを含めて、ちょっと参考、ナレッジをシェアすると、まあさっき言った WebDB プレスのバックナンバーですね。これ多分ドンピシャで、ああ、こういう使い方なのかっていうのがわかるので、非常に面白いんじゃないかなって思うのと、あとデリックさんの YouTube いいぞって話と、ですね、あと XDebug 2から3でどうなるんだっけっていう話は、過去に開発者本人が語ってる動画もあるんで、こっちもぜひご覧くださいっていう感じですかね。
はい。で、まとめです。XDebug にはいろいろな機能があるよっていう話だったんですけど、なんか個人的な学びとしては、前から、まあちょっと使ってんだよな、みたいなツールとかライブラリでも、改めてマニュアルだったり、公式サイト見てみると、すごい、あ、こういうこともできるんだ、こういう使い方もできるんだっていう発見があるので、たまに暇つぶしにでも見てみるといいのかなっていうふうに思っています。ということで、皆さんもアイコンと名前を載せていきましょう。ご清聴ありがとうございました。